はい、どうもこんにちは。沖縄ババです。はい、えー、これね、えー、下に、とりあえずね、貼っておきます、動画を。はい、えー、今日はね、ちょっと C 国関係のニュースが結構随分と入ってきてるんで、えー、いくつかあげたいと思います。はい、えー、これ昨日の動画なんですけど、えー、まあ C 国とんでもないことになってます。はい、えー、この動画の3分40秒ぐらいからです。はい。 えー、C 国の農産物ですね。えー、去年も結構ダメになったんですけど、今年も危ないです。はい。えー、一応ね、あの C 国の小麦の主要なあ産出地である、四国の小麦のね、ほぼ20%以上を賄っている、えー、土地。 水害で全部ダメになりました。はい。今、ちょうど小麦の収穫なんですけど、その収穫の時に、収穫をちょうど待っている時に、とんでもない大雨が降りまして、えー、小麦が全部水に浸かってしまって、パーになってしまってます。はい。えー、20%です。C の国の小麦の、えー、生産量の20%です。 パーセントを占めてます。えー、ということはですよ、えー、皆さん知ってるとは思うんですけど、はい、えー、J の A さんなんかがね、日本の小麦と C の国のあ、小麦だって、日本の米とね、C の国の米と合わせて、はい、えー、混ぜて販売していたこと結構有名ですよね。はい、C の国から米,米を輸入して、 えー、まあ、日本の米と混ぜてね、売っていたということ結構有名なんですけど、もうこれ輸入できませんね。多分。今、あの、C の国でもめちゃくちゃ輸入してます。米とか小麦とか。まあ、主食になるものですね。はい。なので、日本がね、えー、これ、えー、今年、あの、エルニーニョきます。 で、どういう災害があるかわかんないです、今年。はい。えー、まあ、端的に言っちゃうとね。なので、本当に我々、あの、備蓄しとかないとまずいです。はい。えー、ちなみに、あの、タイですね。えー、じゃタイマー輸入すればいいじゃん、みたいな、はい。えー、お声がありますけど、タイはもうね、エルニーニョを見越して生産量を少なくすると宣言してます。 はい。お米の生産量、えー、タイ政府は今年ね、エルニーニョが来るので、えー、どうせね、えー、収穫できないんで、お米の生産量を減らしますよって言ってるんですよ。はい。その他の地域ですね。その他の地域も、まあ、アメリカとかね、ほぼほぼ干ばつでダメになってます。 まあ、これ、あのー、とんでもないことになると思います秋ぐらいから始まると思います、今年の。はい、えー、主食すっごい上がると思いますよ、お値段が。なので、皆さんね、今のうちに備蓄しといてください。えー、C の国から輸入しようとしても、C の国でも、ちょっとすごいことになってます。まあ、これ、貼り付けておきます。あと、C 国関係ではね、いくつか、あまあ、 ニュースが出てきてるんですけど、それはね、まあ、おいおい、はい、えー、お話ししたいと思います。えー、まあ、とんでもないことになってます。まあね、5月にね、えー、雪ふ降ったりとかしてましたから、あそこ、ありえないです。はい、えー、農産地で雪降ってました。5月に、5月の後半に。 はいえー、ちょっと前ですね、5月の25日前後あたりにね雪降ったんですよ。まあとんでもないことが起きてます、それでね、えー、また昨日もすごい量の雨が降ったみたいですね、えー、すごく災害が多くなってきています。はいもともとね、そういうあの年回りなんですけどね、うさぎ年ですから、はい、黒のうさぎ年ですからね、今年は。 まあそういうことなんでね、皆さん、あのー、備蓄ですね。これの方は、あ一応十分に用意しといた方がいいですね。今年来年と2年間はまあ、今年のまあ秋以降ですけど、まあね、えー、ちょっと大変な思いすると思いますよ。はい。 えー、今までと同じように考えない方がいいと思います。はい。えー、すごい多分値段上がってくると思うんでね。えー、この辺を、まあ、考えて備蓄お願いいたします。はい。一応ね、この、あのー、貼っときます。はい、えー。すごいです。小麦が全部水浸しで、 目が出ちゃって、もう使い物にならないって嘆いてます。それで、おじいちゃんがね、神様なんでこんな目に合わせるんだ、みたいなこと言ってるんですけど、おまあね、中国語でえ、それほど悲惨な状態だということです。はい。えー、それでは、あ皆さんね、えー、頑張って備蓄しましょう。はい。沖縄おばばでございました。はい。